お疲れ様。江戸の状況は明日にでも松本先生から聞くとして、特に君は体調が万全じゃないし、今夜は早めに休んだ方がいいかもね。一人で眠れそう？人肌が恋しくなったりしない？僕は純粋に心配してるんだけどな。Okay, this is just a gamble, but maybe giving him medicine again will work? すぐ治るから。もう大丈夫だよ。君がくれた薬のおかげ。よかった、無事で。姫様はあなたの身を案じていたのです。新選組が京を出てからというもの、あなたの足取りはつかめなくなりました。江戸には新選組の方々も滞在していましたが、その中にあなたの姿はありませんでした。本当に無事でよかった。思ってたより元気そうで安心したよ。その辺の話も詳しく聞きたいんだけど。先に真面目な話しちゃうね。コウドウさんについて少し分かったことがあるの。新選組を用いて落ち水の実験を行うよう
高堂さんは徳川幕府から強制されていました。落ち水は西洋から渡来した薬品でした。人の精神を破壊して狂わせる劇薬ですが、彼はその毒性を薄めることに成功しています。どのような手段を用いたのかまでは私たちにもつかめておりませんが。落ち水の効果を薄めることができたのなら消すこともできるかもしれないじゃない。なんだか夢みたいな話だね。まあ、羅刹自体嘘みたいな存在だけど。それに落ち水を薄める方法は君たちも結局分かってないんだろ。それはそうなんだけど、高堂さんなら分かるでしょう。高堂さんの居場所が分かったの。大体の場所なら私も知ってる。後で地図に書いて渡すから。それに高堂さんは今もまだ羅刹の研究を続けているようなの。羅刹を治すなんて簡単なことじゃないわ。けど高堂さんならもしかしたら。どうしたい？今後のことを決める前に私の話も聞いてくれるか。近藤さんが新政府軍に投降した。どうして近藤さんが。土方さんは何をしてるんです。おい沖田君、少し落ち着いてくれ。無理です、落ち着けない。事の経緯は私にもよくわからん。だが近藤さんが投降したのは間違いない。俺は幕府のお偉いさんから聞いた話だからな。土方君は新選組を率いながら北に向けて転戦を続けているらしい。土方さんは近藤さんを裏切ったんだ。まだ決まったわけじゃないでしょ。新選組が滅んでないのに、なんで局長だけ投降するのさ。土方さんが近藤さんを引き渡したんだ。あの人なら何とでもできたはずなのに。
それは。Been about 10 minutes and Okita have not tried to kill me yet. I'm assuming second time to use the medicine, it's okay. Arigato.それと、ごめん。近藤さんの居場所は、わかりますか？それを知って、どうするんだ？乗り込んで助け出します。助け出すのは無理だ。やってみなければ分かりません。これは沖田君一人でどうにかなるもんじゃない。近藤さんは新選組の局長だ。彼を助けたがる人は大勢いる。だからこそ近藤さんの居場所には厳しい警備が敷かれているはずだ。それに新選組の羅刹対策として銀の銃弾も用意されているだろう。新政府軍から近藤さんを取り返すのは、たとえ新選組全員でかかっても